東京からおよそ2000キロ、沖縄県石垣島。今年この島に大きな変化が起きていました。日本百景にも選ばれている石垣随一の観光名所、川平湾。観光客が続々と押し寄せていました。人気の観光船はフル稼働の状態です。30分の湾内クルーズに出発。船底がガラス張りになっていて、サンゴ礁を間近に見ることができます。やっぱ東京にないやっぱ自然とかね、特に子供がいるんでちょっと見せてあげたいな。突然の石垣ブーム、それは今年3月新しい空港ができたことがきっかけでした。滑走路が伸び、直行便が一気に増えたのです。週末はほぼ満席、今やドル箱路線となりました。さらにこの夏、格安航空の先駆けスカイマークも石垣路線へ参入しようとしていました。成田、神戸、那覇からの3路線です。スカイマークは1998年に初就航、日本における格安航空の先駆けでした。2004年に IT 業界で活躍していた西久保新一さんが35億円を出資し社長に就任。しかし去年、ピーチなどの格安航空会社が国内線に次々と参入してきたことで競争が激化、スカイマークの業績は一気に悪化したのです。もともとその低価格運賃のマーケットをスカイマークが独占してたわけですから、これは大きい痛手でした。2013年7月に放送した真夏の空の旅、リゾート客争奪戦。一躍人気路線となった石垣島を舞台に、競争激化で窮地に陥ったスカイマーク、西久保社長の社運をかけた取り組みに密着しました。就航まで1ヶ月半に迫った5月28日、沖縄那覇空港。その滑走路に西久保社長の姿がありました。機内に乗り込みます。ところが西久保社長が座ったのは操縦席でした。実は7年前ライセンスを取得、すでに総飛行時間は1000時間を超えています。地方へはいつも自ら操縦して移動しているそうです。いよいよ離陸。やっぱり僕らはこう飛行機を飛ばすのが仕事ですから、飛行機の知識がやっぱあって不便なことはないです。およそ1時間で目的地が見えてきました。石垣島です。この美しい自然に引き寄せられる客を開拓したい、そのために社長自ら乗り込むのです。真っ先に向かったのは石垣市役所でした。だんだん就航の日が近づいてきまして、はい、ちょっといろいろ調整をねしていただいておりまして、どうもお世話になっております。空港ターミナルは市の持ち物。西久保さんは空港施設の使用料をできるだけ安くしてほしいと市長に直談判にやってきたのです。30分後、
お疲れ様です。はい、どうも、ありました。いかがでしたか？なかなかね、厳しい、交渉をしてきまして、いろいろお願いしてまいりました。とにかく頼んで安くなるものは全部安くしてもらわなければ。この日は合意に至りませんでした。新規就航に向けて粘り強い交渉が続きます。7月10日スカイマーク石垣便の初就航を迎えました。成田空港のカウンター前には初フライトで石垣島へ向かう客たちが。なぜスカイマークを選んだのか。値段とあと成田から石垣まで直行便で出てるのが他にないので便利だなと思いました。初就航の日、搭乗率は那覇からの便が 92%、 神戸からは 82%、 しかし成田からは 59%。 認知度はまだまだこれからのようです。一方、フランス・パリ、ここでパリ航空ショーが開催されていました。そこにスカイマーク西久保社長の姿がありました。これ乗ったことある？え、これですか？乗ったこと。そのお目当ては、エアバス A380、 500人以上が乗れる世界最大の旅客機です。西久保社長は新たな事業拡大を狙っていました。案内されたのは特別な部屋。エアバス社の副社長が待っていました。So, I think you revolutionized the market in Japan. Yeah. Which certainly needs a little bit of revolution from time to time. Yes. So we. But innovator is very busy, very hard in Japan. 西久保社長は1機およそ400億円のこの A380 を6機購入し、国際線に参入しようとしていたのです。西久保社長の考える国際線はエコノミークラスを置かないという計画。大手のビジネスクラスは成田ニューヨークの往復は通常50万円以上、スカイマークはそれを30万円台で提供しようというのです。就航は2014年末から。一つのビジネスモデルが永遠に通用するとは全く思っていません。まあ、ある時代で、利益が出るその、まあ、ビジネスモデルであっても、それは次の時代は必ず違ったものになっていくはずなんですね。それをこう常に模索していくという努力はどの企業にも必要だと思います。しかしその後、スカイマークは A380 への投資などが足かせとなり、2015年民事再生法の適用を申請、経営破綻したのです。西久保社長は退任、表舞台から姿を消しました。なんで捨てたもんじゃないと思いますけどね、人生って。パワーアップしてる感じがしますね。周りから見ててかっこよくないんだよ。俺はそういう生き方したくない。負けて終わりたくない。ガイアの夜明け配信企画。あの主人公は今。